願いします。ありがとうございます。菊池の車なんか生活感ないね。なんかさ、そうなんだよ。ちょっとやっぱ心がないじゃん。あ、なるほど。そういうのは出るんですね。出ない。確かに心に心が出ますね。出るのよ車内って。この3人の中で一番心あるでしょ。なんもない。なかなか15でしょ。入ったんですか。今周年。あ、周年ですか。あ、そうですそうです。で、風磨が10なのよ。おお、なるほど。そうですよ。この2人がね、忙しいですよ。で、二宮君も忙しいじゃないですか。ってことはだよ。セクシーゾーンとカトゥーンって5年違うとこでしょ。いや、ってことになりますね。それが驚きなんですよ。5年もっと違うと思ってたんで。じゃあ俺らと TOKIO と一緒だよ、だって関係値で。ああ、じゃあ随分近く感じますね。ね、これでも YouTube 週に1本撮るってなったら、まあまあスケジュール確保しないとあれですね。あれです。あとはもうほんと中丸くんの顔めちゃくちゃ光ってますよ。いや、太陽めちゃめちゃギンギン。いやこれがやっぱね、中丸眩しいほどに、これがやっぱね、中丸雄一なのよ。飛びまくっちゃってんのよ。飛びまくってんすよ。白飛びしますね、これ。うん、いや、これがね、やっぱり飛びまくっちゃってんのよ。これがいいのよ。これがね、中丸くんの味だから。定期的に誕生日やりたくない？あ、いいっすね。いいっすね。分かりやすいじゃない。で、ほら、感覚いいでしょ。はい、9月です、僕9月でしょ。はい、俺6月だから。ほうほう、ちょうどいい。ちょうどいいね。僕3月です。おお、いいっすね。3、6、9、12日。そう、来ればもう、あ、素敵的なバラケ。ただ今回のもう一人は本当に俺すごいと思ってるから。へえ、二宮くんがそういう人って限られてきますよ。思いつかないでしょ、なかなか。で、それだけ認める人ですから。確かに、キラキラした人系ってことですよね。うん、欲しいな。で、僕より先輩ですか。お、いい質問。先輩じゃない。あ、そのぐらいってことですか。じゃあ先輩だと思う。うわ、めちゃくちゃ嬉しいな。めちゃくちゃ嬉しいですね。大丈夫かな。いや、でもそいつもかなり陰なんですよ。陰キャではあるんですよね。え、マジですか。マジマジ。キラキラしてて陰。そこなのよ。いや、じゃん、あ、また中丸くんの飛ぶ。あ、でもチャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム。チャンスじゃないのよ、これ。太陽こんな強かったでしょ。いや、ほんとだから、この人も、まあ、俺は中でかなりいいんだなと思ってるんだけど、でもキラキラ感消えてないんですよね。誰だろう。あ、ちなみに、今からあ、つけとこう。日本テレビさんにお邪魔します。え、日テレ。日テレ。じゃあもう一個言おうか。はい、デビューしてます。でしょうね。それはまあ、これ大きい、大きいヒント出たな。何も大きくないですよ。菊池より先輩だからグループ。だから、グループで言うとキスマイとか。キスマイ、あ、キスマイ、キスマイね。キスマイ、平成、平成、ニュース、ニュースマジです、ね、あれ。あ、でも一応僕より上になりますね、デビューは。ニュースの方がデビュー先なんですよね。あ、そっか、はい、でもか、中丸くんと僕の間って言ったらもうニュー、ごめんなさい、平成ジャンプとキスマイしかないか。だからどうやってあと言うかだよね。これで言って本人が、いや、ちょっと、もちろん興味はあるんですけど、はい、あ、知らない。え、突撃するんですか。そうだよ。あ、なるほど。ほら、みんなもついたよ。着きましたね。着きましたね。テレビです。どうする、どういう、もういるらしいんだけど。いや、もう僕知りたいっす。もう我慢できないっす。え、ぶっちゃけ我慢できないっす。知って俺らもやっぱ行きたいからね。そうです、知らずに、ああみたいなよりは。あ、ほんと。ちょっと待ってよ、回しますね。なんか取れるんだった。どんな構図かこれ。ムカデ人間みたいな。そうだよね。ぐるぐる回ってる。4人目発表します。お、はい、4人目は山田くんです。えぇ、楽屋近いんですか。隣です。ガチ
いや、いやごめんなさい、断られません？なんかイメージ的に。そうよ。え、会社って同じなんでしたっけ？会社同じ、会社同じ。一緒ですか？一緒一緒。圧倒的。確かに、それはそれは圧倒的出る側の人間ですね。出る側の人間。間違いないですね。だって彼が、スマイルアップかなんかで、見ましたよ。パンケーキかなんか。あ、なんか載せてましたね。そう。ただパンケーキを作る動画で。そう。相当いったんですよ。相当、100万は余裕でいってましたね。うん、強いなぁ。強いんですよ。我々もだって今の最高360回ですから。足元にも及んでないですね。あとは本音して。じゃあ行こうか。あ、行きます。3人で行った方が、あの、ノーと言えない空気作れる。そう、確かに。そうです。はい、そうです。よし。行きましょう。足音になるんですけど、なんかこう敵の足音を聞きながら、ちょっとドキドキしますね。どんな顔すんじゃん。3、2、1。よいしょ。おはようございます。よっ。よいしょ。おはようございます。よっ。え、何？失礼します。おはようございます。こんにちは。よいしょ。おはようございます。よっ。え、何？失礼します。おはようございます。こんにちは。山田くんが。おはようございます。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。何、何、何が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 、もうちょっと率直に今の気持ちをね、お願いします。え、ニノさんですか？え、何、何、何ですか？え、ニノさんじゃないですよ。中村さんいるし。僕いますから。でも、いや、今の気持ちを、決まった。気持ちを、決まった気持ちを。決まった。大事です。めでたいくはあるよね。めでたい。めでたいです。これが第一声になるわけですよね。もちろん。で、今もみんなも。え、Mステは？みんな見てます。ゲーム。え？ゲームの、ゲームのなんか、ゲームが決まる？え、なんですか？それはちょっと逆に怖いです、僕らからすると。なんですか？なんだろう、それ。え、いや。ゲームの音についてなんかこだわりの音がテーマで M ステでアンケート取ってて、この用紙よくできてますね。ほんと本物っぽいですもんね。え、偽物？俺めっちゃゲームの足音について語ってたんですけど。え、偽物です。全然。え、使わない。え、何に使うんですか？じゃあ使わないです。こんなのないんだもん。だってじゃあだからそうじゃなくて、はい、もう本当におめでとうございますということを我々3人で、まあ、今回お祝い、お祝い、あ、なんか思われてるしない。もうすぐ誕生日。もうすぐ誕生日。あ、誕生日。いついつ。え、いつ。ちなみに5月9日です。お、ちょうどだ。だから俺の1ヶ月前だ。そうですね。それ12月にならない誕生日。どうした？意味わかんないです。バランスの関係です。親に言わないと、ちょっと関係、関係上なんない。関係上無理です。無理です。何のおめでとうだ。俺なんかしました？してるんですよ、これ。本当に知らないのかな。でもジャンプ、え、ジャンプ、なんかした。配信ライブ、配信ライブ。おお、お疲れ様でした。お疲れ様でした。初の配信ライブ終わったの、おめでとう。配信お疲れ、おめでとう。あ、まあそれもそうだけども、配信の方が近いかな。我々、はい、YouTube チャンネルを開設しました。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてこの度山田くんがそのメンバーの一人に選ばれました。やったー。はい、これは嬉しい。やったー、ありがとう。決まりました。ありがとう。決まりました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。え、ありがとう。え、このメンバーでやるんですか？このメンバーでやる。この僕も含めていいバランスです。うわ、最高っすね。いいバランスで、めちゃくちゃいいっす。いいバランスっすか？俺中村くんとほとんど飯。大丈夫。あと、それは俺もそう。ここもない。そうなの。でもそれ違う。あるからやるんじゃない。ないけどやって、はい、もう作っていくんだから。どうにかなるの？え、この4人で。ここから、そうっす。そう。幕開けですよね。うん。幕開けです。幕開けです。もう、ね、残念ながら断れないっていう。断れない。断れない。決定なんですね。山田ありきでも進んでます。そうです。そうなんです。事務所もいいよって言ってくれてるんですが、いいよって言ってる間にもうこっちは決着つけたいんで。急に強行突破にも戻る。急にね、急にダメだって言われたらもうこっちも。いや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 。話いや、ありがたいですけど。あ、え、で見た。
見てないの？まだ YouTube 好き？ YouTube は好きですよ。あ、でもみんな言うんだよ、でもそれってね。あ、そうっすね。俺らの見た？俺らチャンネルなんかありました？あ、まだ見えてない。まだ見えてないの？チェックできてないってことですか？自分がだって所属してるグループなのにってことですよね。うん、いやいや、そりゃ言わないわかるわけないじゃないですか。もう2本上げてますからね。もう2本上げてます。2本、うん、動画さっき10時半10時半に最新作、まあ、見てもらって。そうですね、いいですか、見せてもらって。これ1本目。まあいろいろ思うところかもしれないけど、なんか一時期なんかいろいろ悶着あって。そう、まあ悶着はありましたよね。これもう1週間以上前に流れてるんですか？流れてるから、これも。うわ、すげえ規模感。すごいでしょこれ。すごいっすね。これニーノさんか。まあこれ分かるんだよ。分かりますね、やっぱり。綺麗。ここに対して綺麗っていう感想なかったっ。なかった。やっぱ違うな。お前すごいバカにしてるだろ。バカにしてないっす。バカにしてんのよ。いや全然してないっす。これ全部中丸くんやってるからね。マジっすか。うん。唯一好きですよ、ね。やれって言うから。やれって言え。強制じゃないっすか。すごいね。すげえ。でこれがさっき10時半に、はい、もうドロップしたやつ。これは結構もう確信に迫ってますよね。絶対2本続けてみたら胸熱だと思うんだけど、やっぱもう、うん、モノマネ、だって俺結構モノマネしてるから。あ、これは分かるな。ほら始まるぞ、この野郎。うわ、すごい。こんなしっかりしたやつ出てたんですか。すごいっすよね。すごいよね。これが今どれくらいいってるか。今、うん、今70回。やばっ。70回万じゃなくて70回。70回。僕らも社会的に見てるんで、うん、まあ、実質30人ぐらい。ほら70回。二宮さん的にやっぱじわじわ噂レベルで浸透させたいっていうのが狙いで、こうやっぱこれを見て繋がった時に気持ちいいじゃん、その方が。うわみたいな、あと10回しかないんですよ。逆にこの70回のうちに入った人ヤバくないですか？まあ、確かにヤバいっす。ほら、え、このじゃあ4人でやります。中丸くんが基本的にやるってことですか？編集？編集、はい、そうで、登録者数が20万人超えたら、はい、もう一人。いや、でももうこれ山田くんもいてってなると、いやそうなんだ、あっという間に50万人する。お金もさ考えなきゃ。いや、すげえ。早い段階で一人いないと本当破綻します。そう、だからこれでもう、あのすげえトントン話進んでるんですけど、うん、俺の役割何すか？やっぱ太陽。エンジャー。なんか異質すぎてちょっと困惑してるんですよ。いや、異質ぐらいがちょうどいいのよ。へえ。で、これ逆に言うと一番異質なのは中丸くんだから。ここの関係値がないんだから。うん、確かに。ここはあるけど。そうですよね。そうですね。で、今だから菊池ともなんかまともにまだ会話してない。まず俺のこと菊池って呼んでましたから。俺まあそうだ。あんま呼んだこともあんまない。ないよね。いや、なんかやっていくから、はい、ちょっと企画を考えてもらうのと、はい、あと名前。これマジで本当にもう。チャンネル名。チャンネル名だ。あ、決まってないですね。決まってない。決まってない。チャンネル名はこうなってるから、4月25日19時オープンのチャンネルになってるから。ああ、決めなきゃダメですね、それは。で、25の19時の1本目にはもう名前変えなきゃいけないっていうのと、はい、あとアイコンの撮影します。おお、アイコン。え、どうやって撮るんですか？もう適当に。うん、こうでしょ。え、ちょっと待って、ね、ないいや、ちょっとニノさん、ちょっとじゃあ登録してもらって。登録してもらって。今いいですか？すいません。14人目のちょっと待ってください、14人目の4月25日19時まで叩けば多分出てくるはずだし。4月25日ですよね、うん、もうすぐですよ、そんな、うん、4月25日生まれの有名人とかしか出てこない。それに負けてんだ。いやいや、これで検索して出てきましょう。このオープンチャンネル登録者数14人。あ、増えてる。増えてるんですか？さっきまで13人でしたもんね。うん、
で、僕がこれをチャンネル登録して15人目を15人目ですね。めでたい、ありがとうございます。せっかくなり4番目の方ですね。1、2、3、4番目の方ですね。ちょっと入っちゃってるね。間の知らない人が入って、はい、いや、ほんとこの3人でやってて、ほんとしんどくて何がしんどい、しんどくはない、何がしんどい、気づかないでしょ。いやなんかしんどかったです。なんか暗いんですよ、なんか何暗いなんか、まずっすよ。まず、なんか先週もこの一発目の動画上げるってなんか2人だけで集まってて、僕もメンバーに入ってんのに、急に電話かかってきて、僕ゲームやってる時に、うん、で、もしもしって出たら、もう今の山田くん状態ですよ、うん、おめでとうございます、ね、今上がりましたみたいな、うん、そうだよ。で、はい、調べて調べてとかって、そこで登録してみたいなのがまず1回目、うん、で、2回目今日、僕呼ばれてたんで会社に、うん、朝9時に入って待ってたんですよ、早っとそしたらもうなんか勝手に撮影始めてって撮影に YouTube でそういうもんだ。合流した時の空気もむちゃくちゃ暗い。暗いだもん。二人とも暗い色のなんか。こんなもんよ。暗いの着て。そんな時期着てんのお前だけだもん。しんどかったんですから僕は。人のせいにしてやっぱいかん。そうですよね。ちょっと待って、もうこんな、始まりからこんなギス。スタートっすか。うるさいんだもん。大丈夫ですよ。これで、いや、大丈夫なんですか。これで4人でやっとうか、もうなんか納得できました、これで。じゃあいけるね。とりあえず、とりあえず。いや、先輩の圧の感じがすごいですけど。はいって言ったもん。いやいや、もちろんその、はい。いやいや、やらせていただけるなら。そう。はい。こっちだって別にね、そんな本気じゃなかったら困るから。いや、そんないきなり来て本気の度合い確かめられたら。いや、そういう、本当にやってくれるんだったら我々もね、それは。いや、嬉しい。いや、もう、ぜひぜひ。絶対嬉しい。よろしければ。いや、参加させてください。やったー。楽しくなりそうっすね。家、広い。ちっちゃい。いや、共通質問が。いや、確認よ。確認してんの、共通質問です。いやいや、4人ぐらいはもちろん入りますけど、広い服はないですよ。うち入んなんすよ、4人ダメだ。うちは。お前嘘つき入るだろよ。うちダメっす。バズらせるためには、やっぱ家ってやった方がいいと思うんですよ。そんなに中丸くんちでやりたいんですか。ありがたいなぁ。ありがとう。中丸くんでも本当マジで、やるならやるっつってた。話変えましょう。山田くん追加の4人バージョンの予告は。早い、自分の。すぐ自分のだね。いや、作るよ。それはツアー中に作ります。わかりました。いいですね。明日から北海道なんですけど。うわ、いや、これ持って持って。あ、わかりました。いや、まあ、で、事務所のホームページに宣材写真落ちてるんで。あ、わかりました。引っ張って引用して自分で黒塗りして引用して。わかりました、頑張ります。で、企画、名前、あともアイコンの写真を撮るっていうのだけ、我々は。アイコンの写真は、もう自分で撮ってくるってことですか。うん、4人で4人で集まって、また2週間後で。それ衣装どうするんですか。え、ないよ。私服ないよ。でもこういうことでしょ、これに入る。あ、こういうことっすか。うん、誰か自撮り棒があるんだったらもうちょっと画角広くなる。それ今でも割れてたら、もしかしたら撮ってもいいみたいな。あ、全然いけるよ、全然いける。一応撮っときます。もしスケジュール合わないとなったら、じゃあ撮っとこう。こういうことだね、まるで切ってくる。ああ、そうだ、だからひし形みたいな感じにならないといけないってことですね。山田君はいいんすか。そうだから二宮君はセンター後ろにじゃあ、そうですね。僕じゃあ、下手で10秒で。うん、ちょっと待って、これなるからね、ちゃんと。はい、あ、気持ち戻る。ほら、これなる、これでいいね。ちょっと待って、1枚適当すぎないか。あ、でももういいじゃん。まあいい感じですね。そうそう、でもいいよ。悪くはやっぱジャニーズだな。悪くないよ、悪くない。はい、なんか楽しそう。おい、決まりー。ちょっと待って、軽いんだ。リーダー軽くないですか。リーダーっすよね、決まり。リーダーさん、じゃあ最後改めて山田くんに意気込みをもらって。いや、嬉しいな、山田くんがいてくれるのは。こんな難しい気分が初めて。いや、頑張るぞぐらいでいいんですよ、それは。もうもちろん。そうですね。あ、加入しました、山田裕介です。
そうですね、僕も今聞かされて、まあ、ほとんど、まあ、皆さんと同じタイミングで僕もこの YouTube を始めるということを知ったというわけなんですけど、まあ、やるからにはしっかり、楽しいチャンネルを作って皆さんに喜んでいただけるね企画やら、今ちょっと詳しくないんでなんか分かんないですけど、そういうものを作っていけたらなというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いします。硬いな、硬いな、これが欲しかったのよ。よし、じゃあ見るかな、こんなんでこういう並びなのか。これで、あ、こういう感じか、うん、いや、誰かないで言ってくださいよ。いや、これで始まりますので、はい、これ以降どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録ね、ぜひ。そうだ、こんなこと言う日が来ると思う。本当ですね、なんか嬉しくよ ね。とにかく本当に100万人まず目指して、はい、楽しいことね、どん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 アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。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 で誰かね。